皆さんこんにちは、アパレロです。今回のテーマなんですけども、もう夏本番というところで、まあ夏はね結構人とスタイリングが被りやすかったりシンプルになりやすいので、まあちょっとそういった時に差別化を図りたいなっていう時におすすめのアイテム5選っていうのを、ご紹介していこうと思います。最後におまけもご紹介してますので、そちらも合わせてご覧ください。ということで、まず一つ目なんですけども、こちらメレルのハイドロモックっていうサンダルなんですが、まあこちらあの2022年限定カラーで、もう本当に足元の存在感というところを非常にこう主張してくれるアウトドアを楽しめるサンダルとなっております。独創的なフォルムデザインと履き心地によって、去年は本当にあのすぐ完売したような形のハイドロモックとなっております。メレルブランドの原点であるアウトドアパフォーマンスを軸としたシューズ構造と機能性、またはブランドアイコンのジャングルモックっていうところの遺伝子である、まあアフターシューズっぽい感じの要素ですね、そちらもしっかりと受け継がれております。まあ通気性や水抜けに優れているところから、本当にあの水遊びとか川遊びとかでも重宝される、アウトドア環境でももちろん使えますし、普段履きでもしっかりとお使いいただけるっていうところもプラスなポイントかと思います。パンツのねラインも結構選ばずお使いいただけて、本当にスニーカー感覚で、まあ、靴下入れていただいてもいいですし、もちろん素足でも使っていただけるっていうところと、まあ、デザインがね本当に特徴的な感じですので、人と被らないサンダルを探されてる方、まあ、こちらとかぜひね、一つあってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとスポーティーなスタイリングにでもいけますし、もうわりかしカジュアルな感じのコーディネートでもしっかりとハマってくれますので、まあ、そういった部分でも個人的には合わせやすさ含めておすすめできる一足なんじゃないかなと思っております。非常にね履いた感じもあのサンダル自体めちゃくちゃ軽いですので、本当に長時間履いてても疲れにくいんじゃないかなっていうところは感じますので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。でこちら2つ目ですね、まああのウーフォスはね本当にあの定番中の定番で、もう昨今かなり人気を、呼んでるサンダルになるんですけども、本当にあのコーディネート非常にしやすくて、パンツの太さもこれも選ばない感じでお使いいただけて、まあこういった柄のパンツであったりとか、まあちょっとこう主張の強いパンツと合わせていただいても、こちらの白とか黒とかでしたら全然こうしっかりとハマってくれるので、まあそういった部分でもねコーディネートのしやすさっていうところは他のサンダルをよりもこう群を抜いて使い勝手がいいんじゃないかなっていうところと、まあ、やっぱりもともとリカバリーサンダルですので、非常にこう履き心地も良くて長時間履いてても疲れにくいというところは個人的にお勧めできるポイントです。まあ、こういったね本当に特徴的なパンツとの相性も非常に良くて、あの結構パンツをわりかし太いのお好きな方とかでもサンダル自体に結構あのボリュームありますので、本当にコーディネートしやすくて使い勝手はめちゃくちゃ良くて、まあ、あの汚れても洗っていただけますし、そういった部分の気遣いのなさっていうところもね本当にいい感じで、いい意味で雑に使っていただいても全然大丈夫かと思います。ちょっとねこういう細身なパンツのシュッとしたスタイリングにでも全然しっかりと、コーディネート決まってくれますので、サンダル自体にあのデザイン的には本当に普通の、B さんに近い形にはなるんですけども、このちょっとボリューム感であったりとか、この履き心地っていうところは本当に人とこうちょっと差をつけやすいんじゃないかなっていうところと、まあ、トレンド要素を入れるには十分な、こちらのウーフォスのサンダルかと思いますので、まあ、これもね本当におすすめな感じです。お色はね、あのエッグノックとこちらのブラック、この2色がね、個人的には特にコーディネートしやすくておすすめなんですけど、もうほとんど結構ネットでもあのサイズ掛けがかなり、多くなってますので、まあ、探されてる方本当に急いでいただいた方がいいのかなとは思います。特にもうレディースサイズはねほとんど完売しているところが多いですので、まあ、メンズやったら若干あの色によっては残ってるかもしれないですけども、まあ、これでね本当に7480円と、コスパも非常に良くて、長くお使いいただけるサンダルとしては夏場本当にマストなアイテムなんじゃないかなと思っております。はい、ということでおすすめのサンダルはまあ個人的にはこの2つは、ちょっとこう差別化しやすいんじゃないかなっていうところですね。で続きましてショーツなんですけど、こちらノースペースパープルレーベルのフィールドベーカーショーツっていうところでご紹介していこうと思います。もちろんねこちらね腰回りも結構ゆったりしてるんですけど、意外とあの絶妙なボリューム感でだらしなくなくて、大人の方がちょっとこうリラックスした感じの、コーディネートを、スタイリングするには非常に使い勝手のいいショートパンツかなと思います。素材は汗ばむ季節も快適なクールマックスのシェアサッカーを採用しておりますので、まあ、シャリ感と清涼感のある履き心地が抜群なパンツとなっております。で一応縦糸に伸縮性のある手を使用することで、程よくあのストレッチ性もありますので、まあ、そういった部分でアクティブなシーンでも活躍は間違いない、ショーツなんじゃないかなと思います。こちらのねサッカー地のおかげでちょっとこう肌にこうなんていうんですかね、空間ができるって言ったらちょっと大げさなんですけど、まあ、あのあんまりこう肌にフィットしすぎないところがこう夏ね汗かく季節
せずに特にこう涼しさを、表現してくれるショートパンツじゃんじゃないかなと思います。で続きましてこちらパンツですね、まあ、これも幾度となくご紹介している、フレシキブルーアンクルパンツなんですが、まあ、これもねこの色が、個人的には一番おすすめな感じで、まあ、あの程よくリラックス感あって抜け感のあるコーディネートが好きな方ぜひねおすすめできるパンツですね。本当にこうちょっとスポーティーな感じで合わせていただいても非常にこう大人っぽくシュッと見える感じでお使いいただけますし、ポイントとしましてはね個人的にこう差別化できる一番大きなところはこの裾の長さとこのボリューム感とは思うんです。あの裾がちょっとシャーリング仕様になってて絶妙にこうもたつきがこういい感じで表現されてますので、まあそういった部分でねちょっとあんまりこうスポーティーになりすぎずちょっとこうリラックス感のある感じでお使いいただけるっていうところはこのパンツの個人的に一番いいところかなと思いますし、お値段もね8690円と非常にコスパがいいものとなっております。で続きまして T シャツなんですけど、まあ本当に最近流行ってるオーバーサイズの T シャツなんですが、まあ形としてはよくあるタイプになるんですが、こちらもねカンガルーポケットついてて、まあそういったデザイン性も程よくありますので、ちょっとこういった部分で人とこう差別化しやすい、アイテムとなっております。サイズ感に関しても身幅の緩さと丈の、短さのバランスがもう本当に絶妙で、あの短すぎると結構ねトレンドが寄りすぎる感じになりますので、そういった部分でもこう大人の方でも着ていただきやすいちょっと、気持ち緩めな感じの T シャツとなっております。だいたいね五分袖に近い感じの袖丈になっておりますね。であんまりここまでオーバーサイズっていうところがお好きじゃないっていう方はこちらのノースフェイスのショートスリーブビッグソリッドティーが、個人的にはおすすめできるアイテムかなと思います。まあ、生地感に関しましては張り感のあるドツメのコットン生地を使用した T シャツとなってまして、まあ、サイズ感がね程よくゆったりしてる感じですので、めちゃくちゃダボっともせず、本当にあのオーバーサイズすぎない感じでお使いいただけるっていうところで、まあ、手が出しやすいんじゃないかなっていうところですね。まあ、特徴としましてはこのねフロントにあのノースフェイスのブランドヒストリー関連したテキストを立体刺繍でデザインされてるっていうところですね。まあ遠目から見たら本当に無地に近い感じなんですけども、まあ、近くから見るとそういったちょっとデザイン性があるっていうところが、まあちょっと差別化のポイントとなっております。まあ、僕の身長で163センチ54キロで L サイズ着てこのぐらいの緩さになりますので、まあそういった部分でも、まあちょっとワンサイズ上げていただいても、まあギリギリ許容範囲かなっていう感じではあるんですけど、その分着丈もね、どうしても長くなってしまいますので、まあその辺だけはちょっとこう注意点として覚えていただければいいのかなと思います。生地感もね、白なんですけど全然透け感もなくて、本当にガシッとした生地感でお使いいただけますので、まあ河川入りのあのちょっとテロッとした T シャツとは違って結構武骨な感じでお使いいただけるっていうところと、まあ飽きのこないこの生地感とデザインというところは個人的には本当におすすめできる感じですね。まあ本当にあの昨今めちゃくちゃオーバーサイズが流行ってるんですけど、まあそこまでねちょっとこうダボっとするのが苦手という方は個人的にこのぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。またこちらのブルーもね非常に発色が綺麗なお色ですので、まあ黒とかちょっとパンツを結構濃いめな色で締めていただくとこの T シャツがより強調されて、着ていくんじゃないかなっていうところと、まあこの色目っていうところがね、あんまりこう人と被りにくい感じですので、まあそういった部分でパンツをちょっとこうシンプルにしていただくことでこう差別化につながればなっていうところでおすすめポイントとして、こちらもご紹介させていただきます。ブルーの方はねブランドが設立された1966っていうところが、立体刺繍されておりますので、もう本当に高級感もあって、かといってでも6050円と非常にねコスパもあのいいですので、まあこの辺の T シャツというところは持っててまず損はないんじゃないかなっていうところで番外編としてご紹介させていただきましたので、まあ、こちら気になる方はぜひぜひこれもチェックしてみてはいかがでしょうか。でもう一つね番外編としまして靴をご紹介したいんですけども、こちらね、2002ですねニューバランスなんですけども、ほとんどちょっともう速乾してますので、あの手に入れることはもうほぼ不可能に近い感じかと思いますが、まあメルカリとかでちょっと、流入してればなっていうところなんですけど、まあお値段も少し上がってるんじゃないかなと、個人的には思っておりますが、まあもし奇跡的にもしあの手に入れることができれば非常に幸運なんじゃないかなっていうところで、ちょっと番外編としてちょっとだけご紹介させていただこうと思います。もう本当にねコスパがこれで 16,280
180円と、デザイン性も履き心地も本当に完璧なんじゃないかなっていう思うぐらいの個人的にはおすすめな、スニーカーとなっております。非常にねコーディネートもしやすくて靴のボリューム感っていうところも、しっかりとありますので、パンツを選ばず、いろんなコーディネートにしっかりとハマってくれるスニーカーとなりますので、そういった部分でも本当にあったら、重宝することはもう 100% 間違いないスニーカーとなっておりますので、まあ、ぜひねネットとかで探していただいて、まあ、手に入れる機会があれば、幸運かなっていう感じのぐらいで思ってみていただければなと思います。まあ、こちらもね非常にかっこいいんですけど、個人的にはやっぱり990シリーズがやっぱり一番履きやすくて、お値段はねちょっと倍近くはしちゃうんですけど、それでも本当に履き心地の差っていうのはね長時間履いてるとやっぱり出てくるなっていうのは正直感じる部分かなと思います。まあ、こちらとかはでしたらまだネットとかでも販売しておりますので、まあ合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ということですね、今回ご紹介してきました人とこう差別化できるようなアイテム5000というところでピックアップしたんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画まで、さようなら。